オテル・ドビルはフランス語圏において歴史的建築による市役所の庁舎を指す表現。オテルが壮麗な公共建築を意味する要領の一つである。オテル・ドビルは中世から登場し始めたエディフィスで、その登場は国家権力の衰退と基礎自治体への特権の付与に関わっていた。新興ブル・ジョワジーは少々の虚職も交えて都市の統治機構をこの建物に置き、 その首脳は権力を象徴するものとなった。フランスで、オテル・ド・ビルといえば、重要な都市における役所のことを意味するのが一般的であり、特に管轄する地域の周辺部に、司書が置かれているような場合の、本庁舎がこのように呼ばれる。1884年以降は、それぞれの基礎自治体が行政のための建物を保有することが義務化されたが、それ以前は、 主張の自宅が市役所の機能を抱えていた。ベルギーのフランス語共同体地域では、オテル・ド・ビルという用語は、都市自治体の行政を執行する場所を意味し、基礎自治体の議会は、ブールメストルと呼ばれる主張が代表を務める。基礎自治体が都市としての地位を持っていない場合には、メゾン・コミナールないし、オテル・コミナールという用語が用いられる。オテル・ド・ビルという用語は、 スイスのフランス語圏であるスイスロマンドにある一部の自治体でも使用されている。カナダのフランス語圏でも役所を意味するマイリエよりオテルドビルの方が用語としてよく使われている。ありがとうございます。